ナミキー研究所。ナミキー研究所、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、ナミキです。そしてセイザープロです。よろしくお願いしま す。今日もですね、はい、検証企画をやっていきたいんですけども。そうですね、人気ありますね、検証企画。いっぱい質問来るらしいじゃないですか。そうなんですよ、皆さんからね、大変だね、いろんなお声を。そうなんです、でもどしどしやっていきたいと思います、はい、ということで今回はですね、はい、カチャカチャ、カチャカチャっていうの面白いですね。っていうものあるじゃないですか。要するにこの間ね、シュアヒット、要するにあのクラブネジで抜けるやつですね、はいはい、これって本当に意味あるのっていうことを検証していきたいと思います。そうですね、でもこれね、各メーカーによって、うん、ポイントが変わってて、はい、4箇所しか変わらないとか、はい、内角、ロフト、うん、フェイスアングル、はい、いろいろあるんですけど、うん、たまたま僕が持ってるこの契約してるタイトルさんは、はい、多分ね16個あるんですよ。16通りもあるんですか、うん、実際は。でも分かんなくなっちゃうんだけど、実際でもそれぐらいあっても、うん、私たちアマチュアって、まあ、買えない人が多分ほとんどだと思うんですよね。基本的にはスキアにしとけば一番いいよね、はい、だから今までと違って、今まではクラブ入れたらま、うん、っすぐだったらもうまっすぐのまま打つしかないけど、はい、ちょっと体調悪いから捕まりづらいからちょっとフックしないな、うん、左向けたいなったらこれは一度向けるわけじゃない、はい、これは 0.7 度なんだけど、左向ければちょっと 0.7 左向けば球は捕まる、うん、逆に捕まりすぎちゃってちょっと右に向けたいなって時、カチャカチャで右向けられる、その時の体調によってとか、はい、時期によって、はい、季節によって変えられるから、うん、本当に大変にいいと思うね。プロは変えられますか、実際。僕もだからその時の体重で変える時ありますよ。おー、やっぱりちょっと体キレ悪い時はちょっとフックフェースにしておいて、ちょっと左向かしておいて、うん、いい時、キレてる時は逆にまっすぐするとか。なるほど、うん、今回はですね、まあ、私とかがやっても、はい、まあ、ちょっとスイングが安定しないというのもありますので、うん、実際にわからないので、はい、今回セイザープロにですね、はい、ここを、ね、変えていただいて、実際どれくらい変わるのかっていうのを、なるほど、ね、ちょっとこれすごい責任感じちゃうね。いやいやまあでもそうなんですよ、はい、今回はちょっとトラックマンで計測していきたいと思いますので、はい、余計やばいじゃないですか。そうです。でもプロなら大丈夫です。そうですか、はい、じゃあ分かりました。ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、でセイザープロにはですね、はい、まず普通の標準ですね、から打っていただいて、このタイトリストのもうメーカーは A1 っていうのが標準なんですよ。それで A がポジションがまっすぐなんで、そこに対して B にすると 0.75 ほど右へ向いていくんですね。でこのラインを変えるには来角、はい、この角度を変えるにはまた BCD って変えていけば。なるほど、だから複雑すぎて分かんなくなっちゃうんですよ。じゃあ標準をまずこの真ん中打っていただいて、フェースを徐々に右へ向けていく。で、多分そうですね、一番こう開いた状態のものと、ね、逆に一番閉じたものの、そうそうそう、ね、この3つですかね。3つ、そうしますか。はい、じゃあどうやら A1 と多分 A3 やれば結構右に向くんで、だから 1.5 向くのね、はい、だからそれだけでもだいぶ違うから、それでいいか、ま、そうですね、まずはじゃあそこを検証していきたいと思います、うん、しましょう。ということで、はい、レッツ検証。じゃあまずですね、標準で打っていただくんですけども、はい、こちらね、クラブスピード、スピンレート、打ち出し角トータル、こちらを見ていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。いきます。これはポジショニングは A1 ですね。はい、おー、うん、こちらの記録がクラブスピード 40.8、 スピンレートが2100、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 
こんな感じをまず思い切ってちょっと開いてみましょう。開いてみます、うん、今がだから1の C にしました。1の C、 1のさっき A ね、はい、最初は標準が1の A、はい、こちらが C1 ですね。 C1、はい、かなりちょっとフラットになって右向いてるんで絶対に左には行きそうもないです。おお、ちょっとだから本当に捕まらなくなっちゃったね。本当だ、スライスになりましたね、ヒューンって、はい、だから別に僕スライス打とうとしたら同じスイングしたんだけど、はい、あれだけ変わるんで、はい、このセッティングは僕にはだから合わないってことですね。なるほど。あ、はい、クラブスピード 40.8 スピンレートが3557、
打ち出し角 11.9、 トータルが 234.6 ということで、スピンも結構滑っちゃったね、滑ってるんですよこれ、はい。じゃあちょっと次はもう少し頑張ってみます。はい、これ完璧だ。はい、じゃあこれクラブスピード 40.7 スピンレート2319、そして打ち出し角 14.8、 トータルが 253.8 となりました。じゃあ A3 でお願いします。よし、これはもうなりますよ、間違いなく。じゃあこちら、びっくりするほどなりますよ。お願いします。いいですか。はい、驚かないでね。はい、ほら、おお、高弾道になって高くなりましたね。はい、ロフトがやっぱり逆についてるんで、はい、倍だから 1.5 度ついたってことだもんね。でこちらの方がクラブスピード 39.9、 スピンレート1345、スピンはないのに、うん、角度がむちゃくちゃすごいよね。こちら打ち出し角 19.2 になりました。はい、そしてトータル 247.5 ということで、もう一回打ったらちょっと相当データは出るよね。こんだけ変わるんだね、すごいな。すごいですね。ロフトが見えちゃった急に。やべえ。いや、高弾道ですね本当に。ロフトが 1.5 つけましたからね。はい、こちらクラブスピード 39.7、 スピンレートが 2919、 そして打ち出し角 17.7、 トータルが 241.3 ということで、やっぱ高弾道ですね。高弾道になりましたね。いや結構変わりますね、うん、こちら。そうなんですよ、だからそれで自分に合った、ロフト、だからそれを探すためには僕なんか A1 の普通の標準ポジションが一番合ってるってことになっちゃうんだよねこれ。うん、なるほど。そうなんですよ、やっぱこれだけ変わるってことですね。そうです、だからもうこの見た目がもうクラブが、ね、違うものになってるんで、うん、やっぱ全然違いますか。全然ロフトがさっきまで見えなかったのが急に見えるようになったし、うんうんうん、はい、ということで、ね、今3パターンでね、やらせていただきました、ね、打っていただいたんですけども、うん、このような結果が出まして、はい、普通の A1 ですね、うん、これ僕が普段使ってる感じなんで、一番こう構えた時安心感がまだあるのね。だからあんまりデータが変わらないよね。そうですね、安定されてましたね。そうでしょう、うん、で次こちら C1 ちょっと開いてちょっと開いてフラットにしちゃったんで、ものに関しては一発目だから全然これが捕まんなかったのね、うん、だからやっぱり距離も出なかったし、はい、逆に何しろ角度がロフトがなくなった分で 11.9、うんうん、相当低いじゃないですか。そしてこっちちょっとスライスやっぱしますもんね。そう、はい、そうなんですね、はい、で次3つ目に A3 にした時は、うん、真逆ですから、逆にロフトがついてちょっと左向くんで、何より高弾道ですね。そう、なんですね、うん、いやこれだけ変わるんですね。そうなんです、だってスイングはね何も変えられてないということ で、 で最初一発目は変えないで、うん、でやっぱりプロの場からこっち行って球だからってちょっと自分でこう合わせに行くんですよ、2発目とか。だからちょっとデータ的には同じようなデータが出やすくなる。あ、それがプロだよね。じゃあ皆さんこう自分に合った角度をやっぱ見つけて、本当はここしっかり変えてやっていく方がいいかもしれないですね。うん、でもそれは私みたいに10発打って10発同じでスイングできる人だよ。そうですね、私みたいな、まだでも全然違うかもしれないからやってみる。私もですか。え、私も出ますかね。変わるんじゃないの。じゃあ やってみようやってみよう、はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、ということで私はね、まず普通の何も変えず標準で標準ノーマルいきたいと思います。うん、はあ、ちょっと一回素振りを。おー、いいね。よしいいよ、いきましょう。おお、お、すごい。まっすぐ行ったかも。いや完璧じゃないこれ。ありがとうございます。すごいよ、これ以上のデータバグないと思う。うわ、すごい。なぜクラブスピード 32.6、はい、スピンが 2486、で高さが 18.4、トータルがなんと 184.2。やったー。めっちゃ伸びました飛距離が。ね、
じゃあここで思い切っても変えてみる。そう変えてみますか、うん、今のもスイング完璧だから、はい、これ今から標準だから、はい、これをちっちゃいプラスは 0.6。 じゃあ一番変えちゃってください。まずプラスに一番プラスに変えちゃう。ロフト もっとロフトをつけちゃうってこと。なるほど、ロフトつきました、うん、ロフトついた。ちょっと待ってください。球があるよ多分。で前の球、今の球がいっちゃった。あれ以上の球ないからな、もう雰囲気的に。今日のベストスイングだもん。違うかも。このクラブヘッドがどう見えてる？こう開いてます。あ、分かった。要するにロフトが見えるってことでしょ、はい、その通りです。ロフトをつけたの。でもプロみたいに操作できないんで、多分このままの結果出ちゃうと思う。そう、でも球高くなるってこといいことじゃない。そのまま出ればいいんだよ、逆に言えば、はい、普通に打ちますね、全く同じようにね、さっきと同じように。はい、お、高くなった。あ、めっちゃ高くなった、ね、すごい。え、こんなに変わるんですか。だって今これ何だったら 0.1 ですね、はい、ヘッドスピード 31.9、スピンが 2268、はい、角度が 21.6、 おトータル 177.2、はい、どうでしょう、変わりましたか。高さが変わったよね。ほら、2度ぐらい上がってる。これ変えたら変わりますね。球、いや逆に今度もう下げちゃう？もういい球打っちゃったからもう下げた方がいいよね。下げますか？多分もう今度マイナスにしてもらってロフトがなくなるから。次じゃあ引っ掛けてこっちの、いやいやいや、球ロフトがなくなるだけだから球が低くなるっていう。そうするとあなたのスイングはちゃんとしたスイングできてるよってことを言いたいわけよ。どうですか？なるほど。え？あ、全然わかんないよ。わかんない？あれ？それはわかんない。それロフトが見えたのわかったんだよ。さっきわかったのに、ね、分かんなくなりました。多分最初がそうだったからね、最初ほとんど変わんないから。じゃあやってみますね、これで、うん、これでね、ランが出ればね、はい、どうだろう、どう出るのか結果。あ、でもこれスライスしちゃう。スライスしちゃってますね。ロフトがないと捕まりづらいってこともあるんだよね。これスピードが 32.8 の 19.8、 4000、ほら、だから滑っちゃうからだな、161。はい、ということで私もね3パターンで行ってみたんですけど、そう、ね、そっちはだからロフトだけだから、うん、フェースアングルがスキアとあるのとなくなるのとね、やってみましたけど、やってみましたね、あるものに関してはすごいスライスしましたね、うん、でしょうね、はい、で、ちょっと逆にないものに関してはちょっとあんまりね。そうだから基本的にはだからノーマルが、はい、ノーマルのロフトが、まあ、並木さんに一番合ってたかなと、はい、で逆にちょっとだからロフトつけても意外と悪くないんだなっていうのはあるよね。そうですね、うん、だから逆にロフトがなくなると結局球が滑っちゃってスライスするし、ぶつけちゃってこうスピンかかりすぎちゃう、うんうんうん、そんな感じがするね。でも私みたいな、うん、まあ、全然まだ初心者の人でも、はい、やっぱりこうやって出るんですね。そうです。だからロフト側だから一度ほら、あるだけでも球が捕まるから優しく感じるんですよ、はい、なくなるとやっぱり難しく感じちゃうよね、はい、ロフトってってことはやっぱ皆さんもしっかり自分に合った角度を見つけて、うん、間違いない、そのクラブでね振る方がいいってことですね、うん、僕もだからいきなりロフトなくした瞬間に球が滑ったじゃないですか、はい、あれと一緒ですよ。なるほど、うん、じゃあこの意外とねカチャカチャ意味があったかもしれません。いやいや全然ありますよ、はい、ということで私の検証結果変わります変わりますよ。いや絶対変わるって。カチャカチャは変わります。意味があります。全然ありますよ。はい、ということでしたね、うん、で、ナミキーズポイントはですね、はい、80点。お、いいんじゃないですか。いや、これは結構私びっくりしました。そう、あのね、これナミキちゃんのは正直言ってロフトしか変えられなかったけど、僕の場合は内角も変えられたのね。だからフラットからアップライトに、はい、だから捕まるようにとかボールが逃げるようになるから、うんうんうん、16種類も変わるから、はい、そうするとやっぱり確かに
見つけづらいけど、うんうん、それはだからすごい性能はあるよね。そうですよね。だから80点でも85点でもいいけどね、うん、いや今日は本当に新しい発見でした。私もこれ本当に意味あんのかなと思ってたので、はい、意外とあったね。めっちゃありましたね。よかった、はい、うん、ということで皆さんもぜひね自分に合った角度見つけてみてくださいですね。ということで今日もありがとうございました。ということで今日の研究所は終了。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またね。